南阿田大塚山古墳は奈良県五条市南阿田町にある古墳。形状は前方公園墳。奈良県指定史跡に指定されている。奈良県南部吉野川左岸の丘陵中腹に築造された古墳である。1980年に発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で、墳球主軸を吉野川と平行方向として前方部を南西方向に向ける。 紛糾表面で吹き維持、埴輪は認められていないが、緑泥変顔などによる板積列が検出されている。主体部の埋葬施設は、公園部における、両袖式横穴式石室で、石室主軸を紛糾主軸と直行方向として、南東方向に開口する。石室内からは、送信具類、バグ類、椎木などの多数の副葬品が検出されている。 この南屋で大塚山古墳は古墳時代後期の6世紀前半頃の築造と推定される。吉野川中流、下流域では数少ない前方公園墳である点、横穴式石室の少ない地域において大規模な横穴式石室を有する点で重要視される古墳である。なお被葬者に関しては時期は異なるが古くから藤原義継の墓とする伝承があった。 古墳域は1956年に奈良県指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。前方部が単焦であることから、ホタテ貝形古墳とする見方もある。石室園同士大部の埋葬施設としては、公園部において、両袖式の横穴式石室が構築されており、南東方向に開港する。石室の規模は次の通り。石室の石材は、緑泥変岩。 石英石木片岩の遺体紙で、長手積み、小口積みによる。裏込めには、円滴が使用される。原質は、奥壁、側壁、前壁を急に持ち送り、天井石を七国でかける。沿道は、開口部に向かって、広くなる形態で、沿道床面が、原質床面よりも一段高いという特徴を持つ。また、専門には、遺体紙の閉塞石が残存する。 この石室内では、副葬品として草シングバグ類、蛍光、保護、鉄属、防水車、鉄製釣り針、素液が検出されており、特に素液のうちでは、動物装飾布の大付けつぼやを蓋のつまみとする大付けつぼが注目される。ありがとうございます。